修事教は大韓帝国の言語学者である。本願は小修修士。署名は愛しのぎ、号和と、現代ハングルの普及に努めた。ハングルという名称を作り出した人物であるとされているが定かではない。在野学者である修鶴園の次男に生まれ、12歳には中保である修鶴一万の養子になり、寛容に上京。 理解小書道でおよそ4年間漢文を学ぶ。1893から1894年頃、土川在学堂の牧予費、低虎ノリから、数学、万国知史、歴史、英語などの新学文を学び始める。文明国には固有の文字があると知り、自国文字の重要性を悟る。この時期からハングルと朝鮮語を研究し始め、国語文法を表す。 1898年頃に完成するも出版せず、以後様々な講義の基礎資料として活用される。1895年、序はじめ筆、李寛洋、李尚番らと共に開花派による運動団体独立協会を立ち上げる。1896年4月に創刊した初の純ハングル新聞である独立新聞の会計、候補員に任命される。鉄樹法成立のため、 社内に国分動式会を組織。1896年、学生運動団大協生会の創生メンバーとして民衆協計運動を開始。1897年、土川大学堂番国知事学科を卒業。独立協会は朝鮮政府と摩擦を起こし、1898年頃、政府の弾圧から身を隠す。しかし、ハングルの研究は続け。 大韓国語文法、国語文典音楽を刊行する。1907年7月、朝鮮政府によって国文研究所が設置され、中心研究員として抜擢される。この時期に提出した、鉄字法案などの11項目は、日韓併合後の朝鮮総督府に引き継がれ、その後、ハングル学会によっても、正式に採択され現代ハングル鉄字法の基本になっている。 31歳頃にはハングルに関する東大最高の権威者として学校や講習所など20カ所以上でハングルを講義するようになる。その結果、多くのハングル学者を輩出する。1910年に蔡南前が創設した朝鮮公文会で朝鮮初の国語辞典の編纂に携わるが未完成に終わる。九百十四年七月、亡命のため、 夏休みの間、故郷を訪れ家族に別れを告げてから、ソウルに到着、休病により二十七日死去。九百十二年から九百三十年に、普通学校用、音門鉄時法、音門鉄時法等が制定された際、制作に関与した者の,の多くが、修辞教の弟子とされる。特に、高橋徹は、カナダ人宣教師、ジェームス・スカース・ゲールと共に1九百九年から、 周事教の弟子として朝鮮語を学んだ。ハングル学者の多くが彼の弟子だが、その中で彼が主管した朝鮮語公衆院高等会期、主席卒業生である蔡玄梅と彼の首弟子である金、笹具はそれぞれ韓国と北朝鮮のハングルに関する最高権威者になった。日本平和時代の弟子たちは朝鮮語学会を組織し、1933年に 朝鮮語鉄字法統一案を完成させ、1988年まで用いられる。主な著書として、国語文典音楽、国語文法などがある。これらの著書は、横書き、分かち書き、五感と語尾の分離、動音並発、初声とパッチムの定律、母音の移動、及び等音法則を説明し、世界初と言われる自家素分析法を総案して、ハングルを説明している。 この区分図解と形態の基本単位である、発音の基本単位である、の発見は、世界初と言われる。特に、朝鮮語は、表の意味と真の意味が違うところまで説明している。彼の学問は、数理学的に構成され、数学の項と演算子に似ている概念で語感と語尾を分け、項に当たる語感のパッチムは、複合詞になり、語尾には、母音が増えるようになる。 朝鮮語の文法は音説ではなく死音、または母音の一つ一つによって決められるとし、幾何学の図のように語感と語尾を並べ、X 軸と Y 軸が交差するように語感と語尾が交差することを説明している。アリストテレス時代から始まった名詞、動詞などの品詞論、文法論によらず、彼は数学的知見をもとにハングルと朝鮮語を研究した。これは、 彼が語学だけではなく、非科学を専攻したからである。文法以外の哲示法や理論は、当時から認められ、用いられるようになる。しかし、一般的に、ユニークと評価される彼の文法理論だけは1970年代まで、継承されずに放置された。この後、外来文法理論で発達したハングルと、朝鮮語の文法は、理論と現実が合わない問題を解決するため彼の、 理論が再導入された。現用されている朝鮮語の文法は、1985年度に、青金館大学で、修字教の当時論に基づいて作り出されたものである。語学的には、中国語、日本語、英語の専門家レベルとして、ハングル研究時代から、日本人、カナダ人と、一疎通に問題がないと記録には残っている。他の著書として、両慶長の、 安南傍国史を翻訳し、越南傍国史を刊行するほど外国語が得意。培う在学堂の影響で、キリスト教に入信するも弾圧され獄死した、蔡英紀元の追悼式後に、外来宗教も精神的時代とみなして、王教へ改修した。語を漢字ではなく、ハングルに変えるほどの民族主義者である。柔らかな性格で規則正しい生活を心がけていた。 1980年、大韓民国建国勲章大統領賞追伸。ありがとうございます。